ご視聴ありがとうございます。今回は、アニメのルパン三世の誕生を、ご紹介します。ルパン三世、懐かしいね。今回の動画は、アニメのルパン三世の中でも、最も最初に制作された、ファーストシーズンの話だよ。ルパン三世のファーストシーズンは、1971年から72年まで、全部で23話放映された、伝説のアニメーションだよ。ルパン三世は、当時、子供向けだったアニメーションに、大人向けのジャンルを開拓しようとした、全く新しい試みだったんだよ。そのため、ルパン三世は、視聴率が伸び悩み、演出家の降板やテレビ放映の、打ち切りなど、不遇の時代が続いたんだ。実は、アニメ業界の巨人となる、宮崎駿監督や高畑勲監督も、関わっているんだよ。そして、宮崎駿監督のデビュー作でもある、名作、ルパン三世カリオストロの、城へと繋がってゆくんだよ。おお、カリオストロの城。ルパン三世の企画。アニメ、ルパン三世の始まりは、杉井義三郎さんたちが、ルパン三世のアニメ化の企画を、東京ムービーに持ち込んだところから始まる。漫画のルパン三世は、原作者のモンキーパンチさんが、アメリカの漫画家のモートドラッカーに、強い影響を受けて、青年漫画雑誌の漫画アクションに、1967年から69年まで、掲載された漫画なんだ。当時、東京ムービーのプロデューサーだった藤岡豊さんは、大人のためのアニメという新たなジャンルを、模索しているところだった。そこへ、アダルトな雰囲気のルパン三世という企画が、持ち込まれたんだ。藤岡プロデューサーにとって、ルパン三世という企画は、まさにうってつけの企画だったんだよ。藤岡さんは、早速、ルパン三世の原作者である、モンキーパンチさんにアニメ化の承諾を、得るために動き出したんだ。ところが、原作者のモンキーパンチさんは、ルパン三世のアニメ化に反対だった。出版社とモンキーパンチさんとの、打ち合わせ。モンキーパンチさん、東京ムービーからルパン三世の、アニメ化の依頼が来てますよ。ルパン三世のアニメ化ですか？いやー、今のアニメでルパン三世を作るのは、ちょっとしたくないですね。どうしてですか？いやー、漫画原作のアニメーションが、結構放送されてますけど、面白くないんですよ。アニメより原作の漫画の方が、ずっと面白いんですよね。ルパン三世をアニメ化すると、ルパン三世という作品そのものが、おじゃんになってしまうような気がするんですよ。これは、アニメにしない方がいいですよ。そうですか。わかりました。出版社と藤岡プロデューサーの、打ち合わせ。出版社。モンキーパンチさんが、ルパン三世のアニメ化は、許可できないとおっしゃっています。今のアニメーションでは、ルパン三世の世界観を、表現できないと、考えてらっしゃいますよ。藤岡さん。うん、そうですか。私たちは、ルパン三世で大人向けの、新しいアニメーションを開拓したいと、思っているんですがね。そう言われましてもね。モンキーパンチさんに、説得できる材料がないと、何とも言えませんよ。わかりました。原作者に納得いただける、パイロットフィルムを制作してからまたお伺いします。こうして、藤岡プロデューサーは、ルパン三世の原作者であるモンキーパンチさんを、説得するために、パイロットフィルムの制作を、決意するんだ。ルパン三世のパイロットフィルムの、制作。プロデューサーの藤岡さん。ルパン三世のパイロットフィルムの、制作には、演出と作画監督が、重要だな。誰にするかな。紆余曲折があったものの、藤岡さんがルパン三世の、演出を任せたのは、人形劇出身という異色の、経歴を持つ、大隅正明さんだった。ちなみに、当時、アニメーションの監督は、演出家と言われてました。藤岡プロデューサーと大隅正明さんの、打ち合わせ。大隅くん、ルパン三世の演出を、お願いしたいんだけど、どうだろう？そうですねー。でもこの企画は大人向けの、内容ですよ。大人用のアニメとして制作するしかありませんよ。これを子供用に脚色することは、絶対できません。大人向けのアニメとして制作していいのなら、僕は引き受けますけど。いや、実は、アニメーションに大人の路線を、開拓しようと思っていたところなんだよ。ルパン三世は、ゴールデンにアニメを持ち込むには、いい素材だと思うんだけど、どうだろう？いいですね。ぜひ挑戦してみたいです。年齢の制限さえなければ、面白いものが作れると思います。大隅さんは、内心、本当にやれるかなと思いながらも、ルパン三世の演出を、引き受けたんだ。作画監督の大塚康夫さんの、登場。作画監督に選ばれたのは、大塚康夫さんだった。東映動画に所属していた大塚さんは、東映を退社して、東京ムービーの制作を、担当していた、A プロに移籍していたんだ。大塚さんは、高畑勲監督の長編映画、太陽の王子ホルスを終えたばかりで、アニメーターとしてノリに乗っていた時期だった。前職の東映では、
あの高畑勲さんの先輩にあたり、宮崎駿さんの直属の、上司でもあったんだよ。そして、後に、宮崎駿監督の未来少年コナンや、ルパン三世、カリオストロの、城の作画監督を務めることになるんだよ。おお、カリオストロ。大塚さんは、子供の頃からメカが大好きで、ジープや戦車などのスケッチを、するのが大好きだったんだ。これが、大塚さんのスケッチだよ。おお、すごい。そして、大塚さんのメカの描画力と、造形の深さが、ルパン三世の制作にとって、重要な布石となっていくんだよ。ルパン三世のパイロットフィルムの、完成。いよいよ、大隅さんたちは、ルパン三世のパイロットフィルムの、制作に取り掛かるんだ。パイロットフィルムの主なスタッフは、制作総指揮に、藤岡豊さん。演出は、大隅正明さん。アクションシーン作画監督には、大塚康夫さん。キャラクターデザインと作画監督は、柴山勉さん。そして、制作は、東京ムービーとAプロ。そして、ルパン三世のパイロットフィルムがいよいよ完成する。藤岡プロデューサーは、原作者のモンキーパンチさんに、ルパン三世のパイロットフィルムを、試写してもらえるように、段取りを進めていったんだ。モンキーパンチさんとルパン三世の、パイロットフィルムの試写会。プロデューサーの藤岡さん。モンキーパンチさん、わざわざご足労を、おかけして申し訳ございません。いえいえ、藤岡さんから熱心な誘いがありましたもので、今日の試写会は、楽しみにしています。ありがとうございます。スタッフともども、モンキーパンチさんに納得いただける作品ができたと、思っております。そうですか、よろしくお願いします。こうして、ルパン三世のパイロットフィルムの、試写会が始まったんだ。モンキーパンチさんは、初めて、ルパン三世のパイロットフィルムを、見た時の感想をこう表現しています。ルパン三世のパイロットフィルムの、オープニングでは、最初にシルエットが出てくるんです。それを見た時には、体が震えましたよ。おお、アニメでも、こういう表現ができるのかって。この時、初めてアニメーションに、表現の可能性を感じたんですよね。そして、ルパン三世のパイロットフィルムが、終了すると、モンキーパンチさんは、藤岡さん、素晴らしいアニメーションですね。アニメで、ルパン三世の世界観をこんなに、表現できるとは思いませんでしたよ。藤岡さん、ぜひ、ルパン三世のアニメーションを、よろしくお願いします。ルパン三世のパイロットフィルムは、当時、今までのアニメとは全く違う、新鮮で魅力あふれるものだったんだ。原作のアダルトな雰囲気が、強く出た作風に、モンキーパンチさんはアニメ化を、心よく承諾したんだ。原作者の OK が出たことで、ルパン三世の企画が、本格的に動き出したんだ。ルパン三世の方向性。ルパン三世の企画が本格的に、動き出したことで、演出担当の大隅さんは、二つの方向性をスタッフに、示したんだ。二つの方向性？そう、一つは道具実証主義、もう一つが、しらけた時代。道具実証主義としなけた時代？そう、道具実証主義とは、ルパン三世では、本物の迫力を出すために、リアリティを追求することにしたんだ。そして、しらけた時代とは、キャラクターに時代の気分を、反映させることなんだ。ほう。ルパン三世の道具実証主義。本物の迫力を出すための、リアリティの追求。ルパン三世の演出担当だった大隅さんが、作画監督の大塚康夫さんと、初めて打ち合わせをしたとき、ある発想が生まれたんだ。大隅さんと大塚さんの、打ち合わせ。大隅さん。大塚さん、ルパン三世は、今までにない、大人向けの作風にしたいんですよ。今までのアニメとは違う、リアリティのある表現を、追求したいんです。おお、いいですね。やはり、リアリティのある表現を、目指すというなら、本物の道具やメカを出しませんか？本物の道具やメカ？例えば、本物の車や銃などを、出すんですよ。おお、いいですね。そうですね、リアリティを追求するのであれば、キャラクターの個性に合わせて、銃も使い分けてはどうです？というと？例えば、ギデン大輔は、銃のプロフェッショナルですから、オートマティックの銃じゃなくて、命中精度と信頼性の、高い、リボルバーにするとか。ルパンは、スマートで照準も確かな、ワルサー B3 バーがいいと、思うんです。ミネフギコは、スカートの下から取り出せる、コンパクトで使いやすい、ブローミングはどうです？いいね。作画監督の大塚さんは、武器兵器や乗り物などメカの、造形が深い人なんだよ。特に、アメリカのジープが大好きで、ジープの資料を探すために、アメリカのワシントンの資料館まで行って、調べてくるほどの、メカ好きなんだよ。ワシントンまで行くってすごいね。ルパン三世では、銃だけでなく本物の車や、時計も出てくるんだ。時計も？当時は、インターネットもない時代、本物の時計を、描くために、助監督がわざわざ、
銀座の時計店まで足を運んで、カタログをもらってきたりしていたんだよ。車も、本物の車種が登場するんだ。ルパンの愛車のベンツ SSK や、第2話の魔術師と呼ばれた男では、ドイツのメッサーシュミット。第3話のサラバイト式魔女では、ルーンバギー。第5話の13代ゴエモン登場では、フランスのアルピーノルノーなどなど。すごい、似合う。演出家の大隅さんは、後のインタビューでこう言っています。大塚さんは、武器兵器や乗り物などメカに、詳しい方で、こういうの波動だろうと、次々と提案してくるんです。私は、これだ、と思いましてね。本物の道具や乗り物を、キャラクターに結びつけていく、作業は、ルパン三世の制作の中でも、最も楽しかったことですね。アニメーションで本物の車や、武器が出てくるという演出は、画期的なものだったんだよ。大隅さんの出したもう一つの、演出が、時代の気分を反映させるということなんだ。しらけた時代。時代の気分を反映させること。大隅さんと大塚さんの、打ち合わせ。大隅さん。大塚さん、ルパン三世では、今の時代の雰囲気を反映させたいんですよね。時代の雰囲気を。今の若者は、世の中に関心のない、何においても熱くなりきれない、雰囲気があるじゃないですか。そうですね。今日ざめした、傍観者のように振る舞う若者たち。それを、ルパンの演出にも入れたいんですよ。なるほど。ルパンが、泥棒をするのも、豊かになるためではなく、退屈しのぎのため。ルパンは、冷めた傍観者のようなキャラクターにしたいんですよ。だから、キャラクターの演出にも、だら、とした感じを表現したいんですよね。なるほど、いいですね。ルパン三世の企画が始まった頃の、若者は、しらけ世代と言われていたんだ。しらけ世代？しらけ世代とは、日本の学生運動が下火になった頃に、成人を迎えた、若者たちのことで、世の中に関心がなく、何においても熱くなりきれずに、真面目な行いは、格好悪いと反発する若者たち。大隅さんは、そういう時代の雰囲気を、ルパンに反映させたかったんだよ。原画監督の大塚さんも、大隅さんの提案に、意気投合するんだ。それで大塚さんは、ルパン三世のキャラクターの、表現に、今までのアニメにはなかった、緊張と緩和を取り入れたんだ。緊張と緩和？そう、それまでの日本のアニメは、歌舞伎のような決めポーズ、または緊張したポーズがよく、使われていたんだ。緊張したポーズ？緊張したポーズとは、巨人の星で、主人公の星妖馬が、仁王立ちしているポーズとかだよ。当時、人気のあったアニメでは、緊張したポーズが当たり前だったんだ。ところが、当時人気だった、アメリカの西部劇の決闘シーンなどでは、ガンマンは、銃を抜く直前まで、だら、としていて、銃を撃つ瞬間に力を、入れるという、全く逆の演出だったんだ。かっこいい。大隅さんと、大塚さんとの打ち合わせ。大塚さん、日本のアニメは、緊張したポーズの演出ばっかりですよね。巨人の星では、日本人独特の、耐えに耐えてテンションを高めて、バーッと爆発させる演出とか。そういう演出は、好きじゃないんですよね。なんか、不自然なんですよ。そうなんです。だから、止めておいてバッとアクションを、起こすのは同じだとしても、執念や怨念を貯めて、爆発へ持っていく、という世界ではないと思うんですよ。ルパン三世では、むしろアクション直前までは、だらんと抜けるだけ抜いた、だるい気分でいて、突然、パッと行動に移す方が、プロフェッショナルな動きになるんじゃないかと、思うんですよ。すごく、いいです。こうした、ルパン三世のリアリティの、追求と、緊張と緩和の演出は、アニメーションの新しい演出方法として、その後のルパン三世シリーズに、受け継がれていくんだよ。ルパン三世の売り込み。ルパン三世の制作が進んでも、テレビの放映先やスポンサーがいないと、ルパン三世は、お客の間には届けられない。東京ムービーの藤岡さんたちは、映画会社やテレビ局に、必死の売り込みを始めるんだ。しかし、ルパン三世のテレビ放映の、売り込みは難航したんだ。アニメは子供のものだと考えていた、テレビや映画会社にとっては、受け入れがたい企画だったんだよ。ルパン三世の演出担当だった、大隅さんは当時のことを、こう回想しています。あの当時、別の仕事もしていたので、テレビ局を回っていたんです。そしたら、テレビ局の編成室のクズカゴに、私たちが苦労して作った、ルパン三世の企画書が、ゴミ箱に捨てられていましたよ。あのシーンは、ものすごくショックでしたね。ルパン三世は、今までにない全く新しいアニメーションでしたから、そう簡単に、テレビ局やスポンサーがつくとは、思っていませんでしたので、根気よく待たなければならないだろうし、ダメだった、という結論が出るのも十分に、覚悟していましたよ。ルパン三世の放送開始。そして、ルパン三世のパイロットフィルムの、制作から、2年の月日が流れた、
ある日、巨人の星やタイガーマスクなどを、ヒットさせていた、大阪の読売テレビの佐野プロデューサーが、ルパン三世に興味を示したんだ。東京ムービーの藤岡プロデューサーと、読売テレビの佐野プロデューサーの、打ち合わせ。東京ムービーの藤岡さん。今回のアニメーションは、今までにない全く新しい企画ですよ。テレビ局の佐野プロデューサー。ほん、楽しみですね。まずは、私たちが制作しました、パイロットフィルムを見ていただけますか？ぜひ、拝見させていただきます。ルパン三世のパイロットフィルムを、見終わった、テレビ局の佐野プロデューサーは、ものすごく素晴らしい、アニメーションですね。スピード感があるアクション、調子のいい音楽。他のアニメーションとは完成度が、全く違いますね。ぜひ、放映しましょう。ということで、ルパン三世のテレビ放映が、決まったんだ。1971年10月24日の7時半から、記念すべき第1回目の、放送が始まった。ルパン三世の全く新しい演出と、高い完成度から、テレビ局やスポンサーは、高視聴率を期待したんだ。しかし、ルパン三世は、視聴率という壁によって、奈落の底へ落とされてしまう。そこへ、二人の助っ人が登場するんだ。それは、今やアニメ業界の巨人となった、宮崎監督と高畑監督であった。今回は、ここまで。次回は、宮崎監督と高畑監督の、活躍と、その後のルパン三世をご紹介します。